氏名員は、京都市北区雲ヶ旗にある新言宗系の、単立寺院。三号を、岩屋山、次号を根古法寺という。通称は、岩屋不動。本尊は、不動明王。純な天皇の直眼により、工房大師の名を作と伝えられている。なお、三門から先は霊場なので撮影、飲食、ペットの同伴は禁止されている。日本有数の場所。 人から追われた、地味毛量の最後の砦と言われている。作家の柴良太郎が、新聞記者だった頃、指名員に宿泊した時の奇怪な体験をエッセイに、している。柴は後年アニメの宮崎駿監督との対談時に、その話をし、アニメ映画、もののけ姫の着想になったと言われている。白地元年に、主元道の快祖とされている縁の行者が創建し、天年に、 純奈天皇の直眼により、弘法大師が再興したと伝わる。根本中の院本尊眼力不動明王は、歌天皇の直眼により、菅原道真公一等三礼の彫刻で、以来皇室直眼書として数形深く、秘仏として即位に再始直手を迎え回避され、放送延長、万民安能の祈願を込めた。高さ約30メートルの大眼窟、上皇窟があり、 ご摩洞窟とも称されている。皇室の数形も深く、鴨川の始まり最初の一滴、原水である神洞窟の有水を敬い、水神を祭り、正常な鴨川の御用水を祈願された。日本最古不動明王権限の神秘霊法で、代々の直眼寺である。書道が点在していて、岩や山全体が、主限の山岳道場となっている。境内には、 祈願や解析が多い。次元では、少なくとも1550年頃までは、谷を埋める棒だけでも40数件あり、相当な虚殺であったとされる。水の伝説として、有名な歌舞伎18番、鳴神の鳴神商人が、竜神を閉じ込めたところと言われている。老門、岩屋山の変額の字は、小野東風の書。今後お力士像は、運慶とその実施。 人喜びの策と言われている。4月29日に大法要し病院大祭が行われる。山伏姿の男女教者らが、釈上を手に、半若心経を唱える中、住職により芝灯大駒に駒木が投じられる。残り単額すぶる中を、住職を先頭に信者が、無病息災を祈願して、裸足で、日渡りが行われる。境内の釈投げ輪は、 4月下旬から5月上旬、頃が見ごろである。京都市指定の天然記念物、岩、八山市名院の岩峰植生は、境内南側、岩屋山に続く尾根状のチャートを、元岩とした薄い表土状に育成している、自然植生である。周辺は、品栄養の土壌でも育成できるヒノキ、五葉松、本尺投げ、ヒカゲツチジなどの植物で構成されている。 特に本尺投げは、低木のかなりの部分を占めており、その低木林となっている部分も見られる。本植性は、品栄養の土壌という、限られた条件でしか成立しないだけでなく、今も、なお自然の状態が保たれ、更新していく点で重要である。御用末、本尺投げ、日陰つつは、日本固有種である。ありがとうございます。